裏はうまい店大図鑑。はい、私は大野聖太郎です。今回裏はうまい店大図鑑、私聖太郎が裏は最強のギネスビールと個人的に推しておりますブリティッシュバーアーロンにお邪魔しております。後半はいざ実食実飲したいと思っております。ここからが私の楽しみなところで、お待たせいたしました。これがアーロンのギネスです。じゃーん。なかなかね、うまいギネスには出会えないんですよ。出会えるようで出会えないので、このアーロンのマスターの桂健太郎さんが注ぐギネスはまさに本場ものです。泡がゆっくり変化していく様を見ながらゆっくり待ち、あ、ダメダメ、ま、ダメ、すぐに飲もうとしちゃいけませんよ。この待つ時間が良いのですよ、ギネスの場合は。いいかな、そろそろ。じゃあギネスいただきます。めちゃめちゃクリーミーです。なんか陳腐な表現ですが、これしか言いようがないんですよ。泡の細やかさ、とにかくクリーミーね。雲の上、まさにビールの天国。加えて重要なのはちょうどいい温度なんです。これしか言いようないんですよ。ちょうどいい温度なんです。冷たすぎるわけでもなく、ぬるすぎるわけでもないんですよ。これがいい塩梅だっていうことなんですよ。ちなみにちょっとうんちく語っていいですか。一杯入っちゃったから。ギネスが日本にやってきたのは1965年、東京オリンピックの翌年、1995年に樽詰めのドラフトギネスが、で2年後1997年缶入りのドラフトギネスが発売されて、意外と日本人とギネスの歴史は長いことは長いんです。でマスターの桂さんが48の時にいわゆる脱サラ、奥さんの反対押し切って開店。15年が経過しました。全ての努力の結晶がこの一杯に詰まっていると感じました。ここまで来るの大変だったと思います。サイズはいろいろあるんですけれども、これはまあワンパイントで行くしかないでしょう。いきなりギネスはちょっと厳しいかなっていう方がいらっしゃったら、ハーフアンダーハーフ、あるいは3分の1ギネスを入れたワンサード、結構これ、頼んでるファンの方多いね。ワンサードお願いします、俺もワンサードなんて遠くから声聞こえますから、これおすすめ。もちろんカクテル系とかウイスキーとかスコッチもずらっと並んで充実していることがよくわかります。まあビールばかりではなくてね、フードメニューもかなり研究しこだわっているお二人でありますんで、やっぱりね、外せないのはフィッシュ&チップスでしょ。このフィッシュ&チップスというのもかなりお店によって味は違いますよ。それこそね、1980年代頃の東京で初めてフィッシュ&チップスを食べた時にね、よくイギリス人は毎日これ食べ続けることができるんだなと驚きましたよ。え、なぜかというと、その頃の日本のフィッシュ&チップスのレベルがいかに低かったかですよ。とにかくね、アーロンのフィッシュ&チップスは間違いありません。間違いなしでございます。イギリスでは COD、コード&チップスとも呼ばれております。で、COD、コッド、タラです。チップスはフライドポテトのことですね。でね、アーロンは衣にね、ギネスビールを加えて、ソースにはウイスキーを加えているんですよ。これは開店に反対したけれども、もう一心同体、二人三脚二人でアーロンを作ってきたママが心を込めて作っておりますね。私はレギュラー880円を注文であります。油断していると食べようと思ったら一緒に行った人間がほとんど食べちゃうぐらい、これうまいですね。で聖太郎ね、影のおすすめなんですよ、ポテトサラダ。いやマスター、ここのポテトサラダはうまいねって言ったら、え、そうですか、このぐらいしか語りませんよマスターは、ね、でも内心嬉しいんです。知ってます、480円、私はこの2つがあれば満足。優雅にゆっくりギネスを飲む、ワンパイントを30分ぐらいかけてね。
またここではねお聞かせできませんけれども、お店で流れる曲も桂さんの選曲で、でお店の名前アーロンはね、エルビス・アーロン・プレスリーのミドルネームから取ったんですね。だからアーロン、仲の良いご夫婦と、静かに落ち着く店内と、時々流れるレジェンドロック、寡黙なマスターと一言二言やり取りしながらゆっくりとギネスを飲む、本当に最上のブリティッシュパブでありました。ブリティッシュバーアーロン、お店の情報、気温の定休日は日曜です。現在コロナの影響で営業時間変更です。今15時から20時まで、ラストオーダーは19時で、場所は浦和区中町の第一アークビル地下1階です。ブリティッシュバーアーロン、テイクアウトも始めました。アーロンのホームページでご確認ください。フィッシュ&チップスのほか、一部のフードご自宅でもいただけますから。浦和うまい店大図鑑、感想こちらまで。清太郎の海賊ラジオオン YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。